ノロドムシリウッドはカンボジアの王族、政治家。カンボジア内戦期は、フンシンペック幹部としてパリを拠点に活動し、和平協定成立後は、フンシンペック党事務局長、王国政府外務、国際協力大臣、副首相を歴任した。現在は、老いのシハモニ国王の下で再興する密顧問官を務める。また外在任時に、非政府系、シンクタンク、 カンボジア協力、平和研究所を創設し、道理事長を務める。シリウッド、シリブット、シリブットとも表記される。シリウッド神皇は1951年、フランス保護家のカンボジアプノンペンにおいて、ノロドム・スラマリット神王の第三王子、シハヌーク国王の異母帝として生まれた。カンボジア国内では、科学を学んでいたが、1970年の、 ウハロンノル将軍のクーデターにより王政が廃止される。1972年からはパリに留学し、経済学を学ぶ。この学生時代にシハルークを議長とするカンプチア民族統一戦線に参加した1975年のロンノル政権、崩壊後もパリに泊まり、1976年にパリ・ド・フィーヌ大学で経済学習士の学位を取得した。 1981年、兄シ・ハルークが、王党派組織分身ペックを設立するとこれに参加。後には、老いのラナリット新能の主席代表を務めた。1988年、分身ペックの人道問題担当部門の長に任ぜられ、また同年のジャカルタ和平会談では、分身ペック代表団の一人となり、1991年の和平協定成立まで務めた。 この間、1989年に、フンシンペック事務局長に就任し、1990年まで務めていた。和平協定成立後の1991年11月7日、シリウッドは20年ぶりに帰国することになる。1993年の議会選挙では、コンポンチャム州の代表として当選し、6月末には、フンシンペックとカンボジア人民党の連立からなる。 カンボジア暫定国民政府の外務、国際協力大臣に任命され、7月1日に政権議会で承認された。また、同年9月の王政復古後は、連立政府の共同副首相及び外務大臣に任命され、10月29日に国会で承認された。1993年末に、フンシンペック党事務局長に任命。1994年、 プノンペンを拠点とする非政府系シンクタンク組織カンボジア協力平和研究所理事長に就任する。しかし、フンシンペック党首のラナリット第一首相が急速にフンに接近したのに対し、シリウッドはシファヌーク国王の路線に近かったことから、両者の間に深刻な対立が生じることとなる。1994年10月20日、同じくシファヌーク国王に近い。 サムランシー経済財政大臣が更迭されると、これに抗議して25日に共同副首相を呼び、外務大臣を辞任した。大臣辞任後はますます政権批判を強め、1995年11月17日には、フンセン第二首相暗殺防議の容疑で逮捕された。シリウッドは12月21日、シハルク国王の口添えで出国し、フランスに亡命した。 翌1996年2月22日、この暗殺防議に関する初公判がプノンペン市裁判所で開かれ、被告欠席のまま禁錮10年の判決が下される。ところが、同年7月1日には、フンシンペックとクメール国民党及びシリウッドにより、カンボジア民主連合が結成され、フンセン引き入る人民党に対抗することとなる。 同年末にシリウッドは帰国の意思を表明するが、これに、噴戦が反対し、翌1997年4月には、帰国を企てたが途中断念した。1998年7月の総選挙の後、人民党と分身ペックの間で、連立交渉がなされ、11月の連立合意により、シリウッドを含む、分身ペック関係者5人に恩赦を与えることが、決められた。 これにより、シリウッドは1999年1月20日、3年ぶりの帰国が叶った。同年4月、国王最高数密顧問官に指名される。2001年7月5日、再び分身ンンペック等事務局長に就任。2003年7月の総選挙では、カンダル州の代表として当選し、2004年7月15日、副首相兼内務省共同大臣に任税られた。 2005年8月には、ベトナム人民警察60周年記念式典への参加のため内務省代表団を率いて放越し、ベトナム政府より有効勲章を授与された。しかし、2006年3月の憲法改正及び共同大臣制廃止に伴い、3月2日に内務省共同大臣を解任された。同年3月14日、国外に出発するラナリット党首により、 シリウッドは党首代行に任命されるが3月21日には国会により副首相職も解任され翌22日にフンシンペック党首代行を辞任した2010年5月5日ノロ,ロドムシハモニ国王により憲法評議会議員に任税られ2019年6月15日まで9年の任期を務めることとなった2002年2月に来日し 非営利組織グローバルフォーラム主催の第1回日アセアン対話にパネリストとして参加する。2008年6月の G8 宗教者サミット2008の名誉顧問及び実行委員の一人として開催支援する。2012年3月には GFJ 主催の第9回日アセアン対話に参加した。ABCDEF レフ、マイケル、セレビュット、 プリンスのロドム、ディクショナリーオブザ・モダン・ポリティクス・オブ・サウス・イースト・アジア、ニューヨーク、ラウトレッジ、不明な引数、マウスイコールが空白で指定されています。ABCDEFGHIJKLMNOPQ p ーサザ6、ジェフ・ウェイド、マーカホン、カボチャ、プログレスチャレンジズ新ン九百九十一、カンボジア暫定政府が、初閣議指定方針を決める財源は、 目度立たず、朝日新聞1993年6月30日、参考資料カンボジア1993年、アジア同行年九1994アジア経済研究所、1994年240ページ。友田鈴、1995年のカンボジア、主要政党の内部分裂強まる、アジア同行年九1996アジア経済研究所、 1996年254ページ。重要日誌カンボジア1994年。アジア同行年報1995アジア経済研究所。1995年247ページ。富山康史。1994年のカンボジア政府とポトハが全面対決。アジア同行年報1995アジア経済研究所。1995年。 237ページ。AB、重要日誌カンボジア1995年、アジア同行年法1996アジア経済研究所、1996年、272ページ、友田鈴、1995年のカンボジア主要政党の内部分裂強まる、アジア同行年法1996アジア経済研究所、1996年、 253から254ページ。カンボジア国外追放処分のシリウッド前副首相が、出国、長官新聞1995年12月22日、シリウッド前外相に、禁錮10年の判決カンボジア、朝日新聞1996年2月23日4本、検事、1996年のカンボジア、アセアン外交進展と混迷化する内政。 アジア同行年報1997アジア経済研究所1997年239から240ページ天川直子1997年のカンボジア -1993 年体制の終わりの始まりアジア同行年報1998アジア経済研究所1998年239ページ天川直子 1998年のカンボジア国際社会の信頼を取り戻すためにアジア同行年報1999アジア経済研究所1999年228から229ページ1999年カンボジア重要日誌アジア同行年報2000アジア経済研究所2000年237ページシリュート殿下が逮捕 御社閉帰国カンボジア、朝日新聞勇刊、1999年1月21日、2001年、カンボジア重要日誌、アジア同行年報2002アジア経済研究所、2002年、243ページ。国王の弟が、政界復帰カンボジア、朝日新聞2001年7月7日、参考資料カンボジア2004年、アジア同行年報2005アジア経済研究所、 2005年、263ページ。A.B. プライムミニスターレシーブス、フォーリンゲスツアットシックスティス i ニバ r s a r y o ベトナム、ピープルズポリス2005.816、はじかねなおみ、2006年のカンボジア、分身ペック等の分裂、アジア同行年報2007アジア経済研究所、2007年、239ページ。A.B.C.D. 2006年カンボジア重要日誌、アジア同行年報2007アジア経済研究所、2007年249ページ。HRH プリンスセレビュートノロドム。2015年10月26日閲覧。リストオブメンバーズサービングオンザ、コンスティチューショナルカウンシル。ゼネラルプレゼンテーション、コンスティチューショナルカウンシルオブザ・キングダム・オブ・カボチャ。2015年10月22日。 閲覧。第1回、日アセアン対話開催。日本と、アセアン、アジア太平洋地域の平和と繁栄のための協力。開放春記号通貫第10号。グローバルフォーラム。2015年10月21日閲覧。 http://www.relnet.co.jp/.g8/.info0601 h t m ハッ t 第9回日アセアン対話アセアン統合の未来と日本の役割新共同宣言後の日アセアンパートナーシップ2015年10月26日閲覧ありがとうございます